次の月が203万円。順調に右肩上がりで売上がね上がっていらっしゃると。言葉だけでは伝わらない部分っていうのは、画像だったりとかデータと一緒に載せてあげるとよりイメージができる。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、コンサルタントの石田真紀さんが在宅オンラインで印刷機100人以上集客をして月商で203万円売り上げた方法っていうところについて詳しく聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、お名前は石田真紀さんですね。はい、今の業種を教えていただいてもよろしいでしょうか。趣味の企業になっている企業初心者さんのための SNS 動線作り講座、ライフチェンジスクールを運営しております。本当に集客から販売までの動線っていうところを趣味企業で終わらずに、企業初心者の方がもっと売上アップしていくためのお手伝いをされていらっしゃると、はい、リアルでセミナーとか営業はせずに家にいながら売上が上がっていると。そうですね、ほとんど家から一歩も出ずにっていう感じです。いや、素晴らしいですね。今回石田さんですね、概要欄にね前回の動画も貼っておくんですが、2回目のご出演ということで、再度にはなるんですが、弊社学科入学いただいたきっかけってとこも教えていただけますでしょうか。前までは料理教室の先生をやっていてですね、その時に全く SNS を使わずに口コミのみの集客方法をやっていて、ある程度人数は集まってたんですけれど、売上が月々3万円から5万円ぐらいという感じで、趣味の起業になっちゃっていたので、ちゃんとした集客方法を学びたいなと思って北野さんの方のスクールに入ったっていうのがきっかけです。ありがとうございます。こんなこと言うのもあれなんですけど、うちのスクールって決してそこまで安いってわけではないと思うんですよね。はい、最初入るときちょっとどうしようかなとかって抵抗とかなかったですか？ありました。でも数々自己投資をしてきた経験があったので、最後の自己投資だなと思っていて、覚悟を決めました。これで最後だと覚悟を決めていただいて入学いただいたと、はい、そこからの、ね、成果というところを聞いていきたいと思うんですけど、売上ベースでいうとどういう風な段階を踏んで今の地点まで行ったのか。まずは料理教室の方で月に3万円から5万円のとこからスタートして、習い始めてから2ヶ月半で初めて売上が上がって44万円、そこから次の月が144万7800円かな。素晴らしいですね。次の月が203万円。順調に右肩上がりで売上がね上がっていらっしゃると。最初スタートがね3万円からってスタートでしたけど、入学前の集客状況とか売上ってどんな状態だったんですか？本当に集客人数的には料理教室は毎回 5,6 人は集まっていたんですね、ただ単価が少ないので1人多くて5000円とかいう感じだったので、それが1月で2回できればいいかなみたいな、で売上にどうしても上限が決まってしまっていて、そこから実際に講座型にしたことで今これぐらいの売り上げを上げていらっしゃるということなんですが、集客の成功の秘訣ってとこも聞いていきたいんですが、今インスタグラムのフォロワー数と、あとリスト数とリスト1日どれぐらい取れてるのかってとこも聞いていきたいと思うんですが、インスタのフォロワー数今どれぐらいでしょうか？現在で3305フォロワー。ラインアウトの方はどうでしょうか？315人。素晴らしいですね。ちゃんとインスタグラムのフォロワーの大体 10% くらいの方が LINE に登録してくれてるぐらいの割合ということですね。ちなみに1日あたりどれぐらい LINE って増えてますか最近？最近はコンスタントには 5,6 人。すごいですね。毎日 5,6 人新規リストを集客することができてるということ。じゃあ1ヶ月間で言うとどれぐらいですか？1ヶ月で言うと大体100人ぐらいは増えていますね。ちゃんと100人安定していると。 LINE って大体100リストあれば100万円って売り上げはね上がるよって言われてるんですけども、今度はですね、実際に真紀さんがインスタを運用していく上でリストを集めるために気をつけてることと、あと LINE の配信のポイントというところをね画面共有しながら聞いていきたいと思うんですが、まあ、こちらがですね真紀さんのインスタグラムになります。コンセプトとかもですねしっかりと構築をしていただいて発信をされていて、投稿のテーマカラーっていうのは真紀さんの場合でいうと LINE マーケティングをメインで発信をされていらっしゃるので、グリーンでね統一をされていらっしゃると。真紀さんがまずインスタグラムで意識しているポイントがあればね、ぜひ教えていただきたいなと思います。まずは見せ方のところで言うと、カラーリング、このカラーと顔が出てきたら私だよみたいな投稿に気づいてもらえるような工夫とかはしてますね。あとはプロフィールとかで何の専門家なのかっていうのが目に見えるような形でしてます。プレゼントとかも誘導がちゃんとできるようにやっているのと、今日はそんなに上げてないんですけれど、ストーリーはプライベートだったりとか自分の思い価値観だったりとか日々の投稿だったりとかを載せています。
確かにプライベートのねハイライトとか見てみると日常の裏側っていうところを出されていて、はい、インスタグラムってどうしても人間味っていうのがねいかに出していくのか、そこに人がいる感っていうのがすごい重要なので、ストーリーで人間味を出していくと、はい、うんうん、リストがなかなか取れないよって方も結構いると思うんですけど、マキさんがリストを取れない人に対してアドバイスするとしたらどういうポイントをチェックすればいいとかっていうのがあれば教えていただきたいなと思うんですが、はい、まずは分析をしてください。日々の投稿の分析を書いたりとか、うん、自分のインスタを把握するっていうところから始まると思うんですよね、うん、伸び率とか1週間で、まあ、インサイト見た時にウェブサイトタップ数がどれぐらいクリックされてるのかとか、はい、そういったインサイトも含めてってことですかね。そうですね、うん、なのでそこをちゃんと知ることによってどういう投稿が保存数が多くて、うん、ウェブタップ数が多いのかとか見てほしいっていうのが一つありますね、うんうんうん、そこからどういう投稿が好まれてるとか、うん、例えば LINE の配信の投稿が好まれているのか、うん、インスタの配信が好まれているのかとか、うん、そういう分析をすることによってその投稿が良かったらそっちの方向に寄せていったりとか、うん、プレゼントのタイトルでお客様が LINE の方に入ってこなくなってたら、うん、プレゼント内容っていうのを変えていかないといけないし、いろいろそういうところを改善しながらやっていく必要があるのかなって思います、うん、確かにそうですよね。集客にすごいうまくいっている人はどういう風なプレゼントタイトルつけているんだろうなとか見てみるっていうのも一つありですね。そうですね、リサーチはすごく必要だと思います、うんうん、本当に SNS とかマーケティング上手い方ほどリサーチに莫大な時間を使ってたりとか、本当に隙間時間とかでもいいんですけども、他の方でインスタグラムでこういう表現うまいなと思ったらそういったところを、まあ、メモしておくとか、リサーチをする癖をつける、マーケティング力とかリサーチ力という言葉があるぐらいね、リサーチって非常に重要だったり必要だと思います、うん、皆さんもぜひねこの4点ってところをねちょっと見直していただくといいんじゃないかなと。次に LINE 公式アカウントの配信でマキさんが意識しているポイントとかもあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、 LINE 公式の目的っていうのは教育というものに当たってくるので、うんうん、最終的にセミナーとかの動員でセールスかけて制約っていう感じになるじゃないですか、うん、流れとしては、はい、その時に制約に至るまでの過程でみんなの超えてこないといけない壁っていうのがたくさんあると思うんですよね、うんうん、3つのノットとかお客様の超えないといけない壁をまずクリアにしてあげる、超えていってで最終的にファンになってもらうようにしないといけないので、うん、そういうところの配信っていうのは気をつけているんですけれど、うん、ちなみにこの3つのノットっていうのはどういったノットになりますでしょうか、はい、まずはですね、あなたのことを信じないっていうノット、うん、はい、でその次が商品のことを信じない、最後に今すぐやるべき理由がわからない、うんうん、この3つのノットを打ち消していかないと、うん、その後にはつながらないので、うん、確かにこの3つのノットのどれか1つでも残っていると、はい、購入に行くまでね、そのハードルを超えてきてもらえないと、最終的にあなたのことを信頼してサービスもめちゃめちゃいいと思ってるけど、でも別に今買わなくてもいいよねっていう風になってしまったらやっぱ商品って売れないので、はい、個別相談とかセミナーに来る前段階で取り払っていくっていうことが実は教育では一番重要であると。そうですね、うんうん、でそのために日々の配信で気をつけるべきポイントっていうのが5つぐらいあるんですけれど、例えばその配信の時に危機感の増幅だったりとか、うんうん、危機感の増幅って言うと例えばどんな感じでしょうか。最後の今すぐやるべき理由がわからない人に対して、うん、今の状況で満足しているのか、うん、何か変わりたいと思っているんだったら今その状況を変えないとダメだよっていう、うんうん、今変えないとこんなに最悪な未来が待っていますよとか、こんな結果になってしまいますよとか、ダイエットとかも特にそうですよね。今別に痩せなくていいやと思ってるけど、今の状態のままずるずる引きずっていったら5年後10年後こういう風になっちゃいますよとか、ね、血管が詰まって大変なことになっちゃいますよとか、そういう危機感の増幅っていうところをですね、まあ、何が何でも煽るってわけではないんですけど、はい、定期的に発信していくっていうところ、うん、そうですね、なんか一番そこが気づいてない方が多くってですね、うんうんうん、人ってどうしても今の現状を変えたくないっていう心理的に働いていて、うん、変化をするのを嫌うじゃないですか。そうですね、うん、新たな壁を越えていくためには変化をしないといけない、その危機感を見せることで、あ、やっぱり私は変わらないといけないんだなっていう気持ちになってもらうっていうか、うん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 、そのための配信とかをしていくっていう必要がありますね。素晴らしいですね。その他には何か意識してるポイントとか、その危機感の先に理
想の未来を見せてあげないと、より具体的にイメージができないじゃないですか。そうですね。もし自分のサービスが提供できることがあれば、先はどうなってるんだよっていう理想の未来を見せてあげる、そうすることでより具体的に前に進んでいけるっていう未来が見える。その未来の先のベネフィットを見せてあげることで、より購買意欲を上げてあげたりとか、そういうところにつながるっていう感じですね。本当にじゃあビジネスとかで言えば、売り上げが上がった結果、家族で旅行に行けるようになったりとか、自由な時間が増える、その結果、はい、自分のやりたかったこともやりたいとか、さらにその先の未来っていうところをどんどんイメージを膨らましていくような発信っていうのは、例えば私の場合は実際こうだったけどこういう風になれたみたいな、具体的な映像としてイメージできるようになるような伝え方してあげるっていう重要ですよね。そうですね、うんうん、危機感とかでもそうなんですけれど、そういう時に言葉だけでは伝わらない部分っていうのは、画像だったりとか、うんうん、データと一緒に載せてあげると、うん、よりイメージができるっていうところがありますね、うんうん、確かにね。 LINE 公式アカウントで動画と一緒にリッチビデオで送れたりとか、画像とか写真とかと一緒に送ったりとか、あとデータとかね、エビデンスとか、はい、ダイエットをしなかった結果、メタボリックシンドロームの健康の関係でこういう風なデータが出てますと、だから今すぐダイエットしないとやばいよとかですね、そういう風なセットで送ってあげると、視覚効果が非常に重要ですので、マークさんも結構意識的にされていらっしゃるということですね、はい、うんうん、ということでね、まあ、今日は情報量濃かったと思うんですけど、皆さんもぜひ LINE の配信でもね、こういったあたりぜひ意識してやってみていただくといいんじゃないかなと思います。で、最後ですね、今回も概要欄の方でね、石田マークさんの LINE アット貼っておくんですけども、マークさんの LINE の配信でね、具体的にどういう風な配信されるのかって結構勉強になると思うんで、ぜひチェックしてみていただきながら、企業初心者にも3回生月50万目指せる豪華5大特典マニュアルっていうのをですね、今だけ受け取ることができると思いますので、マークさんの LINE から登録して受け取ってみてください。ということでですね、今回はマークさんと一緒にね、動画撮らせていただいたんですが、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、皆さん今日もね、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した、今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、 LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね、3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきた、そのマーケティングのね、本質をまとめた累計150分相当のですね、動画講義っていうのをね、無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね、出させていただいている書籍、こちらもね、無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもね、ゲットしてみていただければなというふうに思います。そして、私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。